噂を聞いたんですけども、加藤さんが謝罪動画を上げて謹慎中とのことです。これチャンスということで、僕犬アトレの方乗っ取ろうかなと思って僕の、チャンネルにしたいと思います。ちょうどいいんで僕の個展の紹介をさせてください。こんにちは、ケンチャー先生です。田中健次郎と申します。自由が丘で始まってるんですが、私の展示会をやっております。作品を紹介させてください。10点今回出してます。小さい作品が多いで、一番大きいので縦が46センチ、一番小さいので長い方が36センチ、幅はいろいろですね、20センチとか15センチぐらいのものが多いです。今回額に入れたものは一作もなくて、画面の上下両サイドまで作品だと思ってください。絵は正面から見るものというスタンス以外に、ちょっとこうね、タブル外したところもこっちに絵があって、こう歩きながら見ても違う構成で、目に入ってくるという、ちょっと動きのある見方を、イメージしてます。僕も普通の画家なので、一生懸命描くと、自分らしさっていうのが全面に出てしまって、いわゆるスタンダードな日本画っていうものからどんどん一生懸命やるほど外れていくんですけども、それにブレーキをかけるように、僕今回非常に伝統的な古くからある材料だけに絞って使用してます。白は5分、もちろん5分ですね。黄色モードまでにブレーキかけて、もっと綺麗な、最近は派手な黄色ありますけど使ってません。朱色だけね、日本は昔から何種類もあって、朱色非常に強くて、自動的に朱色の部分がこう出っ張ってくるような絵になるなということで、鉢を題材にしてます。雲肌なし、それをまあよくある技法なんですけども、もみ紙、くしゃくしゃにしては伸ばして、くしゃくしゃにしては丸めては伸ばしてやることで、まあ紙を少し傷めてね、使ってます。その裏彩色、裏彩色っていうのもよくある技法で、なるべく染み通りやすい、ね、染料系の絵の具を使って、紙の裏からこう乱暴に塗ってあげることで、さっき傷めた、くしゃくしゃにして傷めた和紙の傷の部分からって言っていいのかな、そこからこう染み出してくるような表現を使ってます。今回ね、蜂が少し入った、ワンポイントで蜂が入った絵が4作あります。僕ね、よく知ったものを絵にするようにしてるんですが、かっこいいなっていう写真を写すんじゃなくて、猫好きの方がね、猫のいっぱい描くのすごくいいと思います。犬好きの方がね、犬の絵をずっと描いてるっていうのすごくいいな。ちょっと友人がね、養蜂をやるっていうんで、蜂蜜農家ですね、手伝わないって言われたんで、何も知らないで手伝ってもね、なんなんで、蜂のこと調べてたら、蜂がね、いいんですよ。特に僕が好きになったのは蜂の形とかじゃなくて、蜂の社会のね、蜂の社会っていうのはすごく、ちょっと話長くなるんで、ざっくり言うと昔の日本人に似てるの。僕のおじいちゃん明治生まれなんで、蜂の社会調べてたら、ああ、その頃の日本人の気持ちで生きてんだなっていうのがあって、あ、蜂いいなと思って、で、これが BB という、B は、あ、B 同士の B ですね。だから、BB の B は蜂ですね。つまり蜂であれと、蜂に向かってね、蜂であれとつぶやいたような気持ち、そんな気持ちでこう蜂をね描いてる。漆を、この黒い作品の、ヘリ、立ち上がりの部分ですね、漆を塗ってます。漆のね、漆黒、漆の黒、まあ、とってもこういいんです。今回のテーマのね、古くからある材料を使うっていうテーマにも載ってるし、まあ画面には普通あんま使わないんですけども、まあ日本にあるもんだよということ。漆ジャパンって言いますからね、海外で。もう一つ理由があって、日本画の黒っていうのはね、基本的に墨なんですよ。で、墨をね、強く非常にパワフルに研ぎ落としても、すり落としても、ちょっとこう黒にパンチがないのが日本画の特徴なんです。で、これはいいものなんですけども、ちょっと僕は画面的に黒に少しパンチが欲しかった。で、前から思ってたんですが、漆の黒がいいなと思って、画面内に使えないかなと思って練習してみたんですが、結構良かったんで、この筋、これもそうですね、お尻のね、
しま模様なんかは漆で描いてみました。これは墨で出るパンチじゃないですね、うん、で具合が良かったんで、まあ機会があればこう刃の先っぽにちょっととかね、細いところにスッと、漆黒を使ってみました。それとまあバランスを取るようにこちらに漆の綺麗なスタンダードな仕上げをしてあげると全体のバランスがいいので、今回漆のヘリを、採用した日本画が多いです。半分そうかな。今後もやっていきたいと思います。以前ね、個性なんかいらねえよとかって言って僕よくそういうことを言って、賛否両論というかちょっと違うんじゃないのって言われることが多いんです。個性が一番大事だろうって、古典やってんのに個性いらないとかどういう意味って言われるんですけど、画家に2種類いて、俺しかできないんだっていう表現、俺の世界を見てくれっていう作品をこう誇りに思ってる画家が主流だと思います。でもね、ケンちゃん先生は誰でも描けんだよっていうスタンスなんです。俺しか描けないんだよっていう絵は絵の場合はちょっと難しいのかなと思って、練習すれば才能とか個性とかなくて絵は描けるんだよっていう段階まで絵の方を簡単にしていこうっていう、ちょっと難しそうに見えるかもしれないけども、例えばこれだと、太い線、細い線、それと中ぐらいの線の3種類、その隙間も広い、狭い、中ぐらい、その3種類だけで構成してあります。習えば絵は描けるよっていうスタンスでやってるので、俺の世界なんだっていうのは消していこうという気持ちがどうしてもあるので、個性は一番大事じゃないよっていうのはそういう意味です。ギャラリールナ、駅から1分のビルの3階です。今週いっぱいやってます。今日12日、13日、15日に在庫します。ぜひご興味ありましたらお会いしたいです。これ以上お待ちしてます。